るかよ。武器で来いや。どうしたおら。
そうだ。八神だ。あの、わかった。いらっしゃい。それって…え？ああ、八神だ。
ないぞ。よろしく。よし。よし。また遊んでね。ゆうちゃん。やがみちゃん。何の気分？何にしようかな。一緒に飲もう。ミュウ、このお酒好き。乾杯。これは。それがすごいことに。それはピエンだね。また来るよ。
時間食っちゃったよ。なあ、うん、分かった。八神さん。ああ。
なあ。なあ。まさか。スヤ。強くならなあかんのや。強くならなあかんのや。
なあ。何やで？わかった。八神さん。ああ。え？ったく、時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。八神。貴様。
Ha!
八神さん。うん。押し切り。オーナー行くで。なあ、おい、押し切り？ぶっ壊せ、うん、マジで？剣矢！いや。
なあ。な。Yeah!
さ攻めろ。Yeah!
かわせ。なあ、ボクシングで全力で俺にかかってこい。すまん。おい、大丈夫か？八神さん、おっちゃん、ケイヤ。ボクシングって、格闘技って、こんなに楽しいもんやったんやな。なんで気づかへんかったんやろ。押し切り。おう。なあ、感謝する。
いる。すまん。押し切り。せやな。Thank you.
こりゃ面白い喧嘩だ。すぐに終わらしちまうのはもったいねえな。なんや、本田藩。もう始まっとるやないか。わしのこと、待っててくれへんかったんかい。久しぶりやな、ケンヤ。えらい探したで。母ちゃんと突然逃げ寄って、ほんまびっくりした。押し切り！おっと、八神さんには俺の相手してもらうぜ。向こうは今しつけの真っ最中みたいだからな。お前、なんで押し切り不動なんかと。不動さん、俺がやってる格闘大会で賢也君が優勝した話聞いたらしくてな、遊びに来たんだよ。ついでに大会にエントリーしてくれたんだが、あのおっさんめちゃくちゃ強くてな、近江連合が解散しちまってちょうど暇だったみたいだし、新京浜同盟にスカウトしたってわけだ。さて、おしゃべりはここまでだ。八神さん、喧嘩しようぜ。ケンヤ、お前にはたっぷりお仕置きせなあかんな。二度とわしから逃げようやなんて思わんように。失せろ！今さら親父面するんじゃねえ！ああ？なんやお前。こっち来て友達ができたみたいやな、ケンヤ。てめえ！よそ見してんじゃねえぞ！お、全然あかんな。マジ。ケンヤ、わしと来い。わしは新京浜同盟のケツ持ちになる。お前はわしを手伝うんだ。東条会も近江連合もなくなってもうたからな。わしは帰る場所が必要やろ。お前はわしには逆らえへん。勝てへん。ボクシングなんかなるって無駄や。だが、わしと一緒に来れば、お前は裏社会で活躍できる。せやから剣や。わしと一緒に来い。お前の力、有効活用するんや。ケンヤ！ダメ！あなたじゃ無理！ケンヤ、ダメだ。行くんじゃねえ。全部、奪われちまうぞ。お前がここで築き上げてきたもの全部。せっかく、八神のおかげで死ぬことができたんだろう。人を壊すためではない、力の使い方を。スポーツとしてのボクシングの楽しさを。おっちゃん黙っとれ。おっちゃん、押し切り、
轟の言う通りだ。このままじゃお前は一生親父の道具にされちまうぞ。そんなんでいいのかよ。自由を勝ち取るはずだったんだろ。ボクシングもっとやりてんだろ。ボクシング、まさか俺に逆らう気ちゃうやろな。親父、あんたにはついていかん。あんたとは一緒にいかん。もう何も奪わせへん。あんたなんかには奪わせへんわ。いっぺん死なな、わからんようやな。離せ。押し切り、行けるか。ああ、もう逃げん。俺にはボクシングがある。よし、行くぞ押し切り。ああ、見たい。いいか、それも悪くねえ。しゃあない、ひとまずおとなしゅうなるまで芝居たるか。と思っとるんか。知らんわそんなもん。そんな脅しもう聞かんわ。何やと。押し切り不動、あんたは息子を恐怖で縛りつけてきたんだろ。あんたに逆らうことがないようにな。だがこいつは強くなった。もうあんたのことなんか
怖くないようだぜ。せやな、やってみたら意外とちょろかった。クソガキだ！ボクシングや。何？俺にはボクシングがある。だからあんたに教わった人をぶっ壊すための技術なんてもう必要あらへん。くんや。せめえ。すみのりよって。死ねや！親父、二度と俺の前に姿を見せんといてくれ。撤退だ！ありがとう。ああ、元也。ケンヤ、これはプロボクサー新人テスト申請書。来月貴様は17歳になる。プロライセンスのテストを受けられる年だ。俺の応援はしておいた。お前にその気があるなら受けてみないか。おっちゃん、ええか、俺なんかがプロになって。ああ、貴様は自分の中の恐怖と衝動を克服した。貴様はもう自由。羽ばたけ、プロの世界に。おっちゃん、俺ボクサーになるわ。天沢。せやな。ん？八神さん。
ということは、いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。
いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。 ごちそうさま。ありがとうございます。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。でも来な。
いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。はい。なるほど。はい。慎重に行こう。
でも着な。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
意味するのは。くれて嬉しい。ヤガミちゃん。兄ちゃん。Thank you.
みゆちゃん、だが、みゆちゃん、おい、おい、待て。
おい。
エミリちゃん。中田。はあ、ねえ。いや。はあ。え？マジで？兄ちゃん。ヤガミちゃん、何の気分？やっぱりやめとこうかな。森さん。何か聞きたいことはあるかな？今のヤガミさんはね。ヤガミさん。また寄らせてもらうよ。いらっしゃい、ヤガミちゃん。ハルコちゃん。ヤガミさん、何にしますか？やっぱりやめとこうかな。ミュウちゃん。ヤガミちゃん、何の気分？何にしようかな。一緒に飲もう。ミュウ、このお酒好き。乾杯。これは。こんなことがあってさ。むむむ、なるほど。
ねえねえ、楽しかったな。アルコちゃん、八神さん、何にしますか？どうしようかな。おごるよ。これ好きなんです。乾杯。みなぎってきたぜ。それがすごいことに。また来るよ。
え？食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただこれを。ごちそうさま。ありがとうご。しばらく寝とけっての。誰だ？おい。全然。死ね俺。you
ったく、いい加減にしろよ。八神さん、もう帰ってきたんだ。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。え？つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるか。ほら、こちらを見てくだされ、八神氏。楠本玲子が功労時間になったのは今年に入ってからですね。まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。うん、ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を、その、ああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない。いつもみたいにさ。かもな。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか。楠本満は今も意識不明でいるんだったよな。ええ、どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。なるほど、それありだね。ん？おやおや、これはなんだよ。ネットに速報が。沢先生の殺害犯を手配とあります。で、ニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。なんで桑名が。犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。八神氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのなら、そこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ああ、そうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ。よし、聞いてみよう。誰に。県警の渡辺刑事、三越場殺しも担当してる。おう、探偵さんか。どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、鍋さん。ニュースは見たんだろ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。
俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか？捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです？また上からの圧力ですか？桑名だって重要参考人だろうが。それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そっちは今どこです？あ？会って話せませんか？同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。鍋さん？お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。矢上氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。え、本当かよ。中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの矢上探偵事務所。叶わないね。出たのか。よしよし。Let's go.
ったく、時間食っちゃったよ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。時間食っちゃったよ。エミリちゃん。はあ。はい。
慎重に行こう。まさか。エミリちゃん、うん、
ああ、ごめんなさい。興味がなかったからなの。え？中田。八神だ。食っちゃったよ。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。エミリちゃん、え、
飲む？どうしようかな。一緒に飲もう。これ大好き。乾杯。それがすごいことに。負けないからね。よろしく。よし。はしゃぎすぎちゃった。エミリちゃん。高雪、何飲む？何にしようかな。おごるよ。やるね、高雪。
乾杯。これは それがすごいことに。へえ、そうなんだ。しようかな。これ飲まない？これ大好き。乾杯。みなぎってきたぜ。こないだのことなんだけど。すごい。じゃあまた。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。これ、ごちそうさま。ありがとうございます。
どい強くなるな言うんじゃねえおつやよいしょ許せうわっったく、時間食っちゃったよ。来てくれたんだね。エミリちゃん、
いや。エミリちゃん。高雪、何飲む？どうしようかな。これ飲まない？これ大好き。乾杯。これは。この間のことなんだけど。へえ、そうなんだ。けないからね。勝たせてもらうよ。よし。
ごちそうさま。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとう。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。何だって？なあ。
おい。なあ、おい。なんだって？なあ、
ほど。八神さん。森さん。大丈夫だよ。ありがとう。エミリちゃん、マジで。
そういえば、え？いや。